松方正義は幕末から明治時代にかけての日本の政治家、財政家。異員君等釈位は奥、十一位大君位公爵。陽明は金次郎。通称は助左衛門。号は海道。明治期の日本において内閣総理大臣を二度務めるとともに大倉協、大倉大臣を長期間務めて日本銀行を設立したり、金本位制を確立するなど、 財政通として財政面で業績を残した。また、晩年は、元老、内大臣として政局に関与し、影響力を行使した。ドイツ学協会名誉会員。日本赤十字社社長。薩摩の国鹿児島郡鹿児島近在荒れた村に松方正康。今朝子の四男として生まれる。わずか13歳にして、両親を亡くす。校歌4年半死の指定が火曜半行増子官に入る。 家営3年、16歳の時、五勘定書でもの問い合わせ方へ出資し、不前米4席を得る。この後、大判当座書き役となり、7年間務めたが、この間、幾度か藩主に配越する機会も得、税金振りを認められ、報相として金130両を貸しされた。島津久光の側近として生麦事件、寺田屋事件等に関係した。29歳の時、 犠牲所かけという反政立案組織の一員となった低い身分から異例の出世を遂げた松方に対し称賛する者もいる反面妬む者もいたという慶応2年軍務局海軍方が設置され御船奉行添役と5軍艦かけに任命される慶応3年軍府役献金となり長崎と鹿児島を往復して軍艦の買い付けなどにあたった 老中板倉克清と水野忠清が文久2年に、外交官ロバート、プルインを通して、アメリカ合衆国の会社に発注していた軍艦は購入が困難となっていた。明治政府では長崎裁判所参議に任じられ、北県知事に転任する。県内視察の際、海上交通の便を図れば別府発展が期待されるとの発案から別府港を執行。 現在の温泉都市となった別府温泉の発展の礎を築いた。日田で待つ方は大量の打浄観察の偽札流通を密告により発見する。この調査により、旧福岡藩士が犯した打浄観察眼像事件の事実を明らかにしたことで大久保利通の評価を得、その功績。水挙で民部退場、租税権寮に就任する。 日本政府は1870年10月、北ドイツ連邦に在するドンドルフ、ナウマン社に明治通報の印刷を依頼した。以降は大蔵省官僚として財政畑を歩み、内務卿大久保の下で地祖改正に当たる。だが、財政方針をめぐって大蔵卿大隈重信と対立する。当時は明治10年の西南戦争の戦費の大半を紙幣増発で、 賄ったことなどから政府紙幣の整理問題が焦点となっていた松方は大隈が進める外債による政府紙幣の整理に真っ向から反対したのであるその結果伊藤博文の配慮によって内務卿に転出する形で大蔵省を去った松方は明治10年に統し、明治11年3月から12月まで第三共和政下のパリを中心とするフランスに滞在し フランス増殖レオン、生から助言を得る。第一に日本が発見を独占する中央銀行を持つべきこと。第二にその際フランス銀行やイングランド銀行はその古い伝統ゆえにモデルとならないこと。第三に従って最新のベルギー国立銀行を例としてこれを精査すること。 第4に当時欧米の主要国が銀本位制から金本位制に移行しつつあったことを踏まえて日本も金本位制を採用することを勧められたフランス滞在中に松方はレオン・セイの紹介によりパリロチルド家第2代当主アルフォンスとロチルドと面会しているレオン・セイはアルフォンスの招きでロスチャイルド家の所有する北部鉄道会社に入社して役員となり後に 政治家、蔵匠となって金融ブルジョワジーや鉄道会社の利益を代弁、擁護した人物であり、いわばロスチャイルド家の家臣であった。同年開催されたパリバン国博覧会において、副総裁であった松方は暗殺された大久保利通の代わりに、日本代表団の事務官のトップである総裁を務めている。その後、帰国した松方は、 明治14年7月に日本帝国中央銀行設立案を含む政策案である財政儀を政府に提出し政変によって大隈が失脚すると参議兼大蔵卿として復帰し日本に中央銀行である日本銀行を創設した後の明治16年に松方は明治天皇に働きかけてレオン征に国一統旭日大綬章が贈られるように図っている。 松方は財政家として政府紙幣の全廃と打艦紙幣である日本銀行券の発行による紙幣整理、タバコ税や酒造税、醤油税などの増税や政府予算の圧縮策などの財政政策、官営模範工場の払い下げなどによって財政収支を大幅に改善させ、インフレーションも抑え込んだ。 ただ、これらの政策は深刻なデフレーションを招いたために、松方デフレと呼ばれて世論の反感を買うことになった。なお、現在の日本における会計年度4月から3月制が導入が決定されたのは、松方が大蔵協を務めていた明治17年10月のことである、明治18年に内閣制度が確立されると、第一次伊藤内閣において初代大蔵大臣に就任。 1888年4月には黒田内閣で大倉大臣、ついで12月に内務大臣を兼任。明治24年に第一次山形内閣が倒れると、対明降下を受けて総理大臣に就任した。しかし、閣内の不一致や不安定な議会運営が続き、明治25年8月8日に辞任に追い込まれた。